それでは1分間参りましょう。レディーゴー。まず1投目、大きなジャンプ。マリアの独特の滞空時間の長いジャンプで4ポイントエリアから6ポイントに持ってきている。現在トップは上川ルーク77。これも2つ目決めてきた。さあ20ポイント差、したがって21を取ればこちらが優勝を確定にするものと思いますが、3投目、さあこのエリア3つ目を今決めるか。決めた。次このエリアに投げ込んで見事ジャンプで抑えればほぼ優勝は確定とものにするか。18秒前、17、やや短めに抑えたがジャンプでまた越してくるところ、すごいジャンプを決めてきたマリア。そして10秒回ります。7秒、6秒、5秒前、さあ最後も決めるか。3秒前だ。ここはロングに投げ込んで今マリア、これまた独特のジャンプで最後も決めた。ポイント32ポイント、トータルは89。